ジャック王、お前はエルフェルトのところへ向かえ。あとはぶっ飛ばす。シン、言葉が汚いぞ。じゃあなんて言うんだよ。ぶっ飛ばす。明日からは使うな。あなたは？あなたのもう一人のお母さん、いや、お姉さんかな。入れ替わるつもり？定義はいいよね。でも、貴様ら、それまで生きていられるかな？私が何の備えもなく、ただお前らの到着を待ってたと思う？消し飛びやがれ。そんなおもちゃに頼るなよ。三倍だ。山なら吹っ飛ぶおもちゃだね。山か。ドラゴンインストールを使わない。本当は分かってます。したくてもできないんですよね。そんなことしちゃったら情報体フレアが一気に増幅する。以前の私ならそこを計算できなかった。お前が純粋に私を倒せる戦力としか考えられなかったから。本来なら不可能なミッションよ。ラムレザルのあれを殺すために同化戦力を投入してたら、こっちの手ごもが減っちゃってたでしょ。子供も見捨てられない欠陥品だったから、簡単に始末できちゃった。よかった。最後の最後で親孝行してくれたよね。てめえはそれ以上喋んじゃねえ。何？てめえの悪口を言わなかった。てめえが悪いことしてるのをやめさせたがってた。どんな奴だろうとてめえが母さんだからだ。それを放っておけば幸せだったと思うの？貴様らの味方になったからといって人形ではない。生き続けて孤独になるだけだ。だからといって生きる権利を奪う道理はない。このまま時間を稼げ。20倍なら耐えられねえはずだ。お待たせ。これは。あなたの役目は私が引き継ぐの。もう少し待ってね。ジャック王さん、所定の位置に着きました。よし、標的の最終確認後即時に発射。時間がないぞ。最終安全装置解除、カウントダウン開始。待って、座標が微妙にずれている。何？どういうことだ？
まだかよ。これだわ。何をまごついてやがる。地面が陥没してるの。なんだと。少しくらいなんだ。構わねえからぶちかませ。ダメだ。誤差範囲を超えている。このままでは十分な効果を期待できない。ジャック王、位置を修正できるか。今はちょっと手が離せない。ソル、ここを預けるぞ。さっさと行け。陥没を止めただけだ。シン、反対側を支えて持ち上げろ。ここはもう大丈夫だ。わかった。おーらー、大丈夫だと。お前はなぜ人形どもの味方をする。神にも等しい存在のお前が。人形どもはオウムみたいに人の言葉を真似てるに過ぎないのに。なて、全能と進化を履き違える。だが奴らは進化などしない。ただ全ての答えを明らかにするだけ。想像は無限だが理解は有限なんだよ。人間らしい感性など自ら放棄してしまう。お前はそんな世界で一人で生きていく覚悟があるというのか。花火は好きか。は？俺は今まで一人であることに努めてきた。俺がそうしてきた。俺が望んだ俺の世界だ。ところがそんな自分の世界を持った奴らがあちこちぶつかってきやがる。俺ただの守りたいだの、成り上がりたい、取り戻したい、やり直したい。それはもうガンガンと鬱陶しくなる。まるで花火だ。おかげで俺は一人でいることを認識できた。一人じゃなく一人だ。俺の世界は何かに許された俺の自由なんだよ。だが本当に誰か一人の望みだけで存在する世界ってのは結局自分が一人であることも認識できなくなる。それはてめえがムカついている世界と何が違う。この世界はでけえ花火だ。見逃す手はねえだろうが。いいぞ、ターゲット意識が修正されていく。もうちょいだ。くそ、フレデリック、まだか。発射10秒前だ。これは形勢逆転ってやつです。発射されました。シン、諦めるな。チキショー、諦めないで。ラムレザル、バカだ。ラム、お前どうして。とにかく持ち上げて。
ターゲット修正完了。残念、ソルは生かしてつがいを作りたかった。でも時間がないな。まあそれでも 100% 目的達成です。 0% だボケが。俺が何の備えもなしにここにいると思うか、この位置に立っていると思うか。の世界はお前が経験してきた全ての価値を否定する未来だ。いいのかよ。思い出してみて、過去恋をした、苦労を乗り越えて何か達成した、未来に期待を寄せて胸を躍らせた。話せ、話してみろ。お前の過去は？おいおい、それを言ったら月が落ちるぞ。まだか。もう限界だ。ヘヒョン殿、どういうことだ。そっちはどうなってるんですか。状況を教えてください。フレアは収まってません。なんだって。フレデリック。ああ聞こえている。確かにジャスティスは人間になっていない。どうなってやがる。原因が分かったわ。アリアが人間になることを拒否している。なぜだ。潜在的な意識ね。暴走した時の記憶が強すぎる。アリアはあの時から今までずっと狂気に支配されていた。そんな。一つだけ方法がある。もう一度エネルギーを満たせば、私が一時的に彼女の意識を支配して強制的に融合することは可能よ。ただ
その場合、さっきよりも強力なエネルギーが必要。これ以上の出力は出せない。タイムリミットだ。待ってください。第二連王の確認を。待てない。コライダーキャノン発射準備。これはそういうことか。レオ様はどこ？アラダイム、ジダンは撃てるか？何を？撃てるのか撃てねえのか。撃てる。しかし効果がなければ無意味なだけではなく、ジャンクヤードに火を入れる。な、オラトリオ星人を直接こいつにぶち込んでキックスタートさせる。時速何キロだと？見切れるわけがない。それに受け止められない。ガタガタ抜かすな。ライアンがあるなら1秒以内に出しやがれ。ザッパ殿。はい。方針展開。照準をジャスティスに固定。聞こえますか？誰じゃ。聞こえている。どうやら作戦は失敗だったようだな。そのようです。しかし最後の希望があります。あと数分の間でいい。待ってもらえませんか？希望はこの砲撃だ。ソルバットガイの無謀な賭けのことではない。悪いが成功確率を計算する気にもならない一か八かの作戦に人類の命運をかけるわけには。できる。レオ、イリリア連王国憲法第3条12項だ。第1連王カイキスク、第2連王レオホワイトファング連盟のもと、現時刻をもってお前を第3連王から解任する。発射中止だ。なんだと？分かっている。この有事に人間前としたくだらん争いだ。しかしそれでもあのソルという男には全てを預けてかけられるだけの価値があるのだ。少なくとも我々の身勝手で殺すことになれば、もはや人類は何かに感謝する資格すら失うぞ。さあカイ、俺はすでに承認した。あとはお前だけだ。やめろカイ、こんなの馬鹿げている。冷静になれ。私はありがとう、レオ。しかし、ダレルは間違っているわけではない。承認はしません。何？その代わり、その船に転移装置はありますか？ある。この距離ならば、皆を回収できる。初めからそのつもりだ。助かります。しかしソルも標的にするなら、私も残してください。何？標的命中まで60秒。何してやがる。てめえは死んといろ。これが本当に奇跡の賭けであることくらい私にも分かる。友を犠牲に生きながらえるなら、私の王としての世界。転移開始。ああ！これは。バカな、ダレル、すぐに私を戻してください。すまないカイ、君と同様私も信念に最後の希望を託している。君は人類のために必要だ。砲撃開始。ソルジャックを付き合わせちまったな。あなた
本当に最後の1秒まであがくのね。でもいいじゃない、約束を守ってくれた。あなたは一人にはならなかった。それでよしとするか。これは旦那、旦那、聞こえるかい。まさかアクセルか。すごいっしょ、この一体の時間を圧縮しちゃいました。なんて野郎だ。ここで起きることは全て一瞬だ。旦那が変身しても世界に異変が起きる前に決着がつけられるかもしれない。だがお前、こんな力を使えば。分かってるよ、もう元の世界には帰れないかもしれない。でもさ、俺の彼女は、めぐみは、笑顔が可愛いんだ。俺がこの世界を見捨てたとしても、辛い決断だったねって、きっと笑ってくれる。そういう子なんだ。でもよ、ダメなんだよ、ダメなんだよ。そんな俺が、そんな濁った俺の目じゃ、あいつの笑顔をまともに見れやしないんだ。だから、ぶつかわせ、ダンダー。上等でアクセルをいっぱい怒らせろ。お前まで消えてしまったら、私の希望が本当になくなってしまうからな。言えた義理じゃないが、娘たちを頼む。今となっては私が唯一この世に残せるものだ。
What? が帰ってきた。見てください、フレアが消えました。やっぱり親父は無敵だぜ。君は英雄などではない。奇跡はそう何度も起こせるはずがない。つまり噂通り軍神だったようだ。丁重におもてなししよう。そいつはありがてえ話だが、やれやれ、修理費もミスターに追加だな。酒がありそうな方に行くか。フレデリック、これで危機は本当に去った。ありがとう。アリアは君に任せた。だからあとは僕たちの決着だけだね。は？え？なんでだよ！もう二人が喧嘩する理由なんてねえだろ！確かに。もうギアメーカーも、あの男も、この世界には必要なくなった。でもね。
信。よく見ておけ。あれが男の目だ。喧嘩を売る野郎の目だ。ああいう目をした奴には理由なんかいらねえ。答えてやるのが筋なんだよ。俺が売られた。いいだろ、アスカ・アル・クロイツ。その喧嘩、買ってやる。Don't say bye, don't say bye. It's just a short break on the way. Don't say bye, don't say bye. Now pick up the map that was discarded. The whitest face was innocent, for the man didn't paint with no cover. He had a brush and a thick sketchbook, but he has so much more. Some kinds of comedies, the side.